日常演技の食うたにようこそ。さて本日の演技はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。うまむすめのコラボ商品第2弾になるのかな、おたとプルコギマン塩バニラホイップパンを食べたいと思います。以前にもうまむすめのコラボはあったんですけど、今回も可愛いキャラクターが多いですね。ただ今回はからしとかきゅうりとか自分の苦手なものが入っているのがちらほらあったので、今日食べるのはこちらの4種類です。あと塩バニラやプルコギマンも気になりますね。それでは、はい、ではまずはこちら、オグリキャップの爆弾おむすびから食べていきたいと思います。本当に大きいですね。これは食べ応えがありそうだ。あらら、ちょっとクールビューティーっぽくて可愛いキャラクターなんですけど、手にちぎれちゃいましたが、まあ仕方ないですね。ちょっと慎重に開けて、で、わ、うわ、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、なんか筆箱ぐらいの分厚さありますよ。それではいただきます。でした。最初に食べたこちらの爆弾おむすびは中に入っている唐揚げとマヨネーズもご飯同様に大きくて、ちょっと途中で食べた間にボロボロっていってしまいましたが、お肉の分厚さとマヨネーズのコクがうまく合っていて美味しかった。で、次に食べたこちらのプルコギマンは中からピリッときた刺激がこちらの舌をつついてきて食欲を誘ってくれました。お手軽に韓国が味わえるのはいいですね。次に食べたその塩バニラホイップサンドは結構サンド系のパンにしては珍しい固めのしっかりと噛み応えのあるパンで、噛むたびにバニラのさっぱりとした味わいとともに口の中にふわっと広がってくる甘さが良かったです。その次、ライスチャワーの蜂蜜パンは生地に練り込まれてるんじゃなくて中に本当に蜂蜜がたっぷり入っていて、お砂糖とはまた違うまったりとした甘さがありました。で、同じく蜂蜜だったのベイクドクッキードーナツもなんですけど、こちらはなんか焼いてしっとり食感になっているドーナツと中に入っているリンゴが美味しかったのです。さらに蜂蜜の香りもほんのりしてきましたが、さっきの蜂蜜パンに比べると甘さは控えめですね。で、最後にその蜂蜜ドリンク、ウマ娘は蜂蜜好きなのか、それとも蜂蜜疲れるから蜂蜜で癒してる、そこはちょっとわからないのですが、ちょっとピリピリとくる酸味があって、なんだかな、だからといって甘蜂蜜で甘いのですっきりするというものでもなく、ちょっと中途半端な感じがしたのが残念でした。別にまずくはないんですけど、で、自分の中では今回はこちらです。ライスシャワーの蜂蜜パンが蜂蜜の甘さとふんわりとしたパンの生地と食感が合っていて一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。していただき、
ファミリーマートのウマ娘コラボ、マチカネタンホイザーの人参ハンバーグを食べたいと思います。まあハンバーグに人参入ってるのはよくあることだと思うんです。何か違うのかな、ちょっとちょっと見えづらいんです。わわ、人参が結構でかい。これはスティック並みに食べ応えありそうですね。あ、そうそう、ウマ娘コラボに野菜スティックも出てるんですけど、ちょっと中にあれがあるので、今回私は、というわけで、気になるのであれば、あなたが食べてみてくださいね。それでは、それでは、早速、この特徴的なデカ人参から食べていきたいと思います。ハンバーグは後でいいかな。それでは、ごちそうさまでした。人参ハンバーグと言いますか、人参が特徴的だったのはあのデカさだけで、味は結構人参っぽさが残ってました。なので人参が苦手な方は食べない方がいいかなと思いました。ハンバーグの方、ハンバーグについては結構食べ応えのある肉汁たっぷり、旨味が詰まってるんですが、中に人参が入ってるとかではなくて、まあただ単に食べて美味しいハンバーグ。ポテトもシンプルな味で美味しいんですけど、人参ハンバーグって言われには人参がでかさ以外の特徴がないのが、名前負けしてるかなと思う部分があって、そこが残念でした。もうちょっと人参に特徴的な味付けとかがあった方が良かったかな。あるいはハンバーグに入ってるとか、意表をついてポテトみたいに揚げてるとかも、なので確かに美味しくはあるんですけど、もう一つ生負けしてる感が否めないので、今回の人参ハンバーグは4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。